描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。さあここからはおまけです。冒頭でもお伝えした通り、僕はロストエイジ見に行ったんですよね。で、上映された映画館と同じ建物の中に某おもちゃ屋さんがあったんですよ。そこにバンブルビーが発売されてたんですよ。で、翌日にはアマゾンからこれ届くって分かってたんですけど、もうどうも我慢できなくて一個買っちゃったんですよ。それがこちらです。で、一番最初に買ったこのバンブルビー、変形手順のポイントの時に破損に注意って言った部分、これ実はやっちゃってるんですね。壊しちゃったんですよ。まあ説明書をずーっと見てて気づかなくて、もう何回か変形させてるうちに折れてしまいました。でついカッとなってしまって、ちょっと部分塗装を施してあります。こっちにはこのホイールのペイントがないんですけど、ビークルモードで見える部分はここを塗装しちゃいました。まあこっちは加工が施してあるわけなんですけど、どういった加工がしてあるかというと、さっきの破損に注意と言ってた部分のあのピンを1ミリから2ミリ切り飛ばしています。ちょっとやってみましょう。ボディからすごくスムーズに腕が本体から離れます。この上の方が加工前ですね。この下側が加工後です。で、正直このピンあんまり意味ないんですよね。なのでこれぐらい短く切り飛ばしても1ギメ程度に使うんで、もう全然ピンがあってもなくても綺麗にはまります。まあ、せっかく買ったおもちゃに手を加えるっていうのはちょっと抵抗があるかもしれないんですけど、ストレスなく遊ぶには時には加工も必要ですね。うん。トランスフォーマーの世界では結構こういうメンテナンスみんなよくやってますね。こっちはものすごくテンションかかってますもんね。このピンの切り飛ばし加工おすすめです。まあ、ピンがこの部分にあったんですけど、こっちが加工後、こっちが加工前ですね。お、っていうかここすでに発火してる。危ないですね。まあ見栄えはほとんど変わりありませんね。それからホイールを塗装した時に頭部も部分塗装してみました。違いわかりますかね。このモールドが立っている3箇所の部分とか、あとはバイザーも全塗装しています。バイザーを下ろすとこんな感じです。こんな風に自分の持っているトランスフォーマーをちょっと手を加えてあげると、よりグッと愛着が湧きますよね。最近やっと引っ越しが落ち着きました。今後もどんどんトランスフォーマーをレビューします。どうぞ楽しみにしていてください。